どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリーより、ハイグレード144分の1、ブラックライダーをレビューしていきたいと思います。こちらはプレミアムバンダイ限定商品となっておりまして、ホワイトライダーとか、イフリートイエーガーとかと一緒に着弾したキットでございます。ブラックライダーはフェイルライダー計画の試作3号機、1号機がホワイトライダー、2号機がレッドライダー、そして3号機がこちらのブラックライダーとなっております。2号機のレッドライダーの時点で、フェイルライダーに必要なデータはほぼ集まってたので、こちらの3号機は特殊装備の実験機となったそうです。いいですよね、ここ数年で設定がめちゃめちゃ固まったんだなって思います。それではこちらのブラックライダーレビューしていく。はい、というわけで完成しました。機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリーより、ハイグレード144分の1ブラックライダーでございます。いいですね、名前の通りめちゃくちゃ漆黒の機体となっております。ブラックライダーは特殊装備の実験機ということで、電子戦仕様なんですよね。こちらにですね、2個のこのレドームがついております。ここが特徴かな。で、ホワイトライダーの時もそうでしたが、全体的にシールは多め。機体が黒なんで分かりやすいと思うんですけど、黒以外のパーツがまあまあ大体シールだよねっていう感じとなっております。まあ何箇所かは赤いパーツがあるんですけれども、結構シールは多めでした。パーツ的な新規の部分はこのまあ頭部でしょ、あとこのボディも新規パーツでございます。あと腕の特殊兵装と、あとこのバックパックって感じですね。それではいろいろ稼働を見ていきましょう。とはいえ、全体的な稼働の面に関しましては、ホワイトライダーやペイルライダーキャバルリーとかとほとんど変わらないので、ここは割愛させていただきます。詳しくはぜひそちらの動画をご覧ください。では武装やギミックの方を見ていきましょう。まずこちら、レールバズーカが付属します。結構大きめですよね。単色成形となっておりますが、デザインとしてはかなりかっこいいのではないでしょうか。うん、ペイルタイプにバズーカもなかなか似合いますね。グリップの部分が稼働して角度をつけれますので、持たせることは結構簡単です。続いてこちら、ヒートナイフが2本付属します。これがね、シールだったんだな、これが。そしてナイフは腰のこの部分に喧嘩可能です。いや、かっこいいんじゃないですか。ヒートナイフ装備させてみました。ステルス機なのでビーム兵器を装備させていないっていう設定もまたいいですよね。そしてこの左手についているアルトアイゼンみたいな武装なんですけど、こちらリード線がついてきておりまして、射出状態も再現できます。こんな感じですね。結構自由にディスプレイさせることができます。で、やっぱりこの子の最大の特徴はこのバックパックね、このレドームでございますけれども、これがね、ここのアームでそこそこ自由に稼働いたします。さらにパーツの差し替えでこのように伸縮状態を再現することも可能です。かっこいいですね。はい、そんなブラックライダー、元となっているペイルがまあ稼働に関しては文句なしなので、このブラックライダーも同じようにグリグリと動かすことができます。今回このシールは通常モードを貼りましたが、テミス発動時のシールも付属しておりますので、好きな方を組むことができます。はい、というわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリーより、ハイグレード144分の1ブラックライダーのパチ組レビューをお送りしてまいりました。白もいいけど黒もいい。以前紹介したホワイトライダーは結構攻めたデザインだったんですけれども、今回のこのブラックに関しては綺麗にまとまってるなって思います。背中のレドームもちゃんと稼働しますし、バズーカもしっかりと持たせることができますので、ポージングはかなり楽しめるのかなという感想です。まあ気になる点といえば、ホワイトと同じくちょっとシールが多いかなっていうところぐらいで、稼働に関しても文句なしのキットでございました。もうここまで来ると早くレッドライダーを出してくれって思いますよね。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。